速稼塾の久保でございます。顔の画面が映ってなくてちょっと失敗したんですけども、背景画像をね、お肉の加工しているところがいろいろ映ってますから、こちらの方を見ていただければと思います。今回のテーマはグルテンフリーの難しさについてなんですけども、結論から言うとね、難しいことはないんですよ。なんで難しいことがないかっていうのは2つ言うことができます。まず1つ目、基本的に和食は自然に小麦が入ってません。乳製品もありません。砂糖や甘いものも加味されていません。さらには植物性油とかの油類全く使いません。繰り返し申し上げてますけども、ご飯食べるのにこれらの4毒入らないですよね。漬物も全く関係ないですよね。お味噌汁に油、小麦いりますか？乳製品いりますか？甘いもの入ってますか？入ってないんですよね。これでもう和食ができています。そこに一品二品、例えば魚を炭火焼きしたね、そういったものがあったりとか、炭火焼きじゃなくても別にコンロで焼いてもいいわけですよ。コンロってあるでしょ。なぜかフライパンで焼き魚する人がいるんですけども、そうなると油を引かなくてもいいような IH ですとかテフロン加工、それからフライパンの底が波板になってるやつありますよね。ああいう風に焦げつかないような加工のやつでやるとよろしいかと思います。まあ、いわゆる鉄とかステンレスの、まあ、しかもその古くてね、表面が剥げたようなやつでやると焦げついちゃいますので、そもそも調理に向かないのと、毒素がそういったフライパンから溶けてますんで、早く買い替えた方がいいと思います。はい、グルテンフリーが難しくない理由の一つはこれなんですよ。和食なら別に誰でもできるし簡単なんですよね。和食ね、ご飯炊くのがめんどくさいとかね、お味噌汁自分で作るのが嫌だとかいうところから始めるんだったら、結局どっかで買ってきたパックの弁当とか、コロッケだ唐揚げだとかね、そういうことになっちゃったりとか、お湯にぼちゃーんと入れるパスタみたいなことになって、グルテンフリーはまあ難しくなりますよ。で、結局めんどくさくなっちゃったりとか、小麦とか気にしてたら何も食べるものがないよねってなっちゃうんですよ。いや、和食でいいんじゃないですかみたいなね。和食のどこにグルテン入ってるんですかってことなんですよ。で、私たちの日本人の体には日本食がやっぱりベストマッチするんですよ。あとはものすごくね、奇妙な味付けの刺激的なものをね、食べてみたいとか、甘ったるいものが好きになっちゃって、しかもそれが快楽報酬系に入って中毒になってしまったと。あと最悪なのは植物性油です。これはね、中毒性があるんですよ、砂糖と同じく。だから植物性油がたっぷり染み込んだものを取ると、繰り返し繰り返しそれがないと気が済まなくなっちゃうんですよ。だからね、唐揚げが好きになっちゃった子供ってのは悲惨ですよ。もう癌一直線です。アトピー一直線です。それから精神疾患一直線です、ね、そういう食に対してね、何を好きにさせるかっていうことに失敗すると、全ての病魔と生涯戦わなければならなくなって、本当に大事な人生が送れなくなっちゃうんですよね。私たち日本人の体にはやっぱり日本の食事、和食が合うんですよね。米と魚ですよ。それから味噌。ちなみに味噌の中に小麦が入ってるじゃないかってね、意見があります。そう、よーくね、味噌の内容を見てみると、成分見てみると小麦が入ってる例があるんですよ。しかしこれはね、小麦を少量、味噌が発酵するきっかけとして使ってるだけで、その小麦の主成分はもう消えてしまってなくなってますんで、確かに使ってますけども、ここまで気にしていてもしょうがないってところなんですよね。いや、しかしね、それでも気になる方は、小麦なんて使わなくてもきちんと発酵した味噌はありますんで、それをスーパーの棚から見ていけばいいと思います。はい、で、グルテンフリーのね、簡単だよって理由の2つ目なんですけども、これはね、店員さんと対話をしてください。私も長い間スーパーにいた人間として言いますけども、スーパーのアルバイトとかね、一般社員は別ですけども、その売り場の主任とかになってくると、店長以上にそのカテゴリーのことは詳しいです。例えばお肉の担当者がいますよね。精肉部の主任っていうと、もうその精肉部で実績を上げないと上の職員に行けないんですよ。だから入社1年目から猛烈に勉強します。その中でお客様に聞かれたことにほぼ回答できないことはなくなっていきます。で、よくわかりませんっていう人がいたら、必ずね、主任に聞いてきますみたいな感じで現場主任を必ず呼んでくれますから、少なくとも主任の下にいるサブっていうね、重要なキーマンとしての社員を呼んでくれますから。だから必ずお店の人と対話することなんですよ。
これは別に商店街のね、個人経営のスーパーじゃないお肉屋さんとか魚屋さんだった時期と同じです。スーパーってのはこの商店街が一つの屋根の下に集まったって考えても遜色ないです。ですんでスーパーに行ってね、特別なスーパーじゃなくてもいいんですよ。どんな田舎スーパーでも必ず魚なら魚、野菜なら野菜、ドライグロッサリー、つまりめんつゆとかならめんつゆのね、担当者がいます。その方に聞いてください。自分はこれこれこういう理由でグルテンフリーを探してるんだけども、だから小麦の入っていない、植物油の入っていない味噌やみりんはどれですか。そうするとね、数は少ないですけども、ここですと言って必ず案内してくれますから。どんなスーパーにもあります。でなければ仕入れてくれます。つまりお客様が要求したものはたとえ1点であろうとも取り入れることによってその店の売り上げができてるんですよ。逆にですよ、ドライグロッサリーなんかなどでめんつゆとかね、それからこれからお鍋のだしつゆとかっていうのがボンボン売られるようになると思いますけども、その中でね、健康にいいものを探してるんだと、味とかじゃなくってこれこれこういう成分の入っていないものはないのかっていうふうに聞いてください。そうしたらね、たとえ1点でも入れてくれますから。そして逆にそれを入れることによってね、リピーターが店の方から見込めるんですよ。ああ、この方は健康にこだわった方だから、この商品を入れてコーナー化すると毎回買いに来てくれるだろうなっていうふうに、確実に売れる人を見つけることがお店側からできるんですよ。ですんで要求すれば入れてくれます。ただし買わなくなったら商品リストから外れますんでなくなっちゃいます。そういった意味でね、自分の好き好みとかどんな食事をしたいのかってことを近所のスーパーの担当者に伝えることによって、その人との関係が強くなるんですよ。でその人に多少無理なもんでも仕入れてもらうことができます。でスーパーは仕入れて売れば必ず何十円でも何百円でも利益が出るんで、次もまた仕入れますからね。真っ当でしょ。だからお客様の声がわからないのに担当者が商品並べる方が実はストレスなんですよ。売れるかどうかわからないものを販売技術で売ってるんですよ。ポップをつけたり、テレビで紹介されましたとか言ったりね、それから値引きをしたりとか、それこそねマネキンを置いたりとか、シックハックですよ。でも私はこういう商品を探してるんで、この店にはどこにあるんですかって聞くことによって、その商品はその店に取り入れられますから、っていうかすでにあると思います。だから特別なことじゃないんですよ。お店に行ってなんか醤油だったら醤油ね、味噌だったら味噌、調味料だったら調味料、これこれこういうものありませんかって聞くと、ピンポイントでこれですって教えてくれます。だから心配ありません。非常に簡単です。大事なのはですよ、ケチャップですとかマヨネーズですとか焼肉のタレとかね、煮付けのタレとかっていう風なものに慣れちゃうと、それじゃないとこの味が出せないってことになっちゃうんですよ。これから鍋のシーズン始まりますけども、はっきり言ってね、鍋なんて、鍋つゆなんて買っても意味がないと言いますよ私は。というのがね、鍋つゆなんかなくてもお肉とかお魚とかアラとかね、野菜とかって入れるじゃないですか。その入れる順番さえ間違えなければちゃんと素材の味が出ますんで、それぞれの食材の味を私たちはずっと食べてきた民族ですから、きちんと美味しい味がしますね。お米だって調味料かけなくったって食べれるでしょね。本当に美味しい新米白米は美味しいでしょ。であんまりたくさん食べると味の変化が欲しくなるから、塩をかけてみたりとか、梅干しをね眺めてみたりとかね、なんか目指し一匹とかになってきますけども、基本的にお米って穀物ですよ。食べれるでしょお米だけで。野菜も同じですよ。きゅうりを生のまま丸かじりとかねするでしょ、しないですか。究極ナスだってね、別に何もつけなくてもただ煮炊きしただけで味は出ますからね。その食材の味が出ます。で逆に言うとね、食材の味がしなくなるような味覚を持ってしまうと悲惨なんですよ。塩をぶっかけたりとかね、マヨネーズぶっかけてマヨラーとか言わないともう味がしないんですよ。お肉もそうですよ。お肉の強烈な味付けでないとお肉の味を感じれなくなっちゃうと、これもう味覚障害に近いわけですよ、ね、お肉なんて焼けば味が出ますし、まあ、少なくとも好みじゃなかったら塩なり胡椒なりで済むはずです。しかもわずかに振れば済むはずなんですよ。で最後に今加工肉映してますよね。加工肉、すべての加工肉、ハム、ソーセージ、それから真空パックしたもの、真空パックしたお魚もそうです。まあ、とにかくねこういったものは
これポテトもそうですけどね、亜硝酸カリウムによって品質保持がされています。品質保持っていうとね聞こえはいいんですけども、結局ね亜硝酸カリウムによって長持ちして発色色が出るんですよ。その代わり発がん性物質が含まれてますのでかなり危険ですよ。効果としてはね、この亜硝酸カリウムは食品添加物です。ソーセージとか魚肉ソーセージとかこういったものとかね、ボンレスハムとか入ってます。もうとことことか入ってます。長持ちする人だって数ヶ月持つわけじゃないですか。で色もいいでしょう。発色剤に使われてるんですよ。肉製品の色を鮮やかに保ち風味を向上させる、つまり味まで良くなるんですよ。で味が良くなったその代償として寿命いくらかもらいますよっていう風に言われてるんですよね。悪魔のささやきです。酸化防止剤も入ってます。食品の酸化を防いで変色を抑制するんですよ。どんな生き物でも死んでしばらくしたら色が変わりますよ、ね、でもなんでスーパーの棚に並んでる真空パックの食品は色が変わらずに何週間も持つんでしょうか。それは酸化防止剤が入って酸化しなくなってるんですよ。酸化しなくなるってことはどうでしょうかね。とっても危険な匂いがしませんか。それからボツリヌス菌っていうのがありますけども、このボツリヌス菌の増殖を抑制するための亜硝塩と組み合わせたボツリヌス菌の繁殖を抑制する作用が食品添加物に入ってます。そうしてできたのがこういったソーセージです。だから何一つね体にいいことはないんですよ、こういうのね。だから全く食べないのが一番いいです。はっきり言って有害毒素のオンパレードですよ、こういうの。これもうよく食べるねって思うぐらいですよでこういった毒を食べさすために味だけは良くなってる、見栄えだけは良くなってるのが加工肉ですからね。だからお土産に向いてるでしょ。あ、旅行に行ったからお土産にこういうのを買ってやろうと思ってお土産を渡した人に対しての寿命を縮めてる行為ですよ。でそもそもねこの亜硝酸カリウムって工業用なんですよ。その他にも染料、アゾ染料の製造原料っていうのは工業用です。まあ何言ってるのか分かんなくなってきたと思いますけども、とにかくね食べ物じゃないものを含ませて食べ物として扱ってるわけなんですよ。その割合が要するにいろんな食品の適合基準に上回ってないだけで取らない方がいいのは確かなんですよ。まあでもね、年に1回ソーセージちょろっと食べましたとかね、たまたまちょっとひとかじりしたハンバーガーの中に加工肉が入ってました、その程度ならいいんですよ。いいというよりも避けれるのに避けてなかったってことで言うと取らない方がいいんですけども、でもね常食すると終わりなんですよ。これ週に1回マクドナルドとかね、週に1回ウインナーソーセージとかね、こういったものとかサラミとかねダメなんですよ本当に。しかも中毒になりますから、そのうち食べることで健康を害するなんて信じられなくなりますから、ね、信仰がなくなってしまうんですよ。何を食べても健康に関係がないなんて多分ほとんどの方が思ってないと思うんですよ。でも残念ながら自分の食べてるものはこのぐらいなら大丈夫っていう風な形でどんどん病に一直線になってるわけですよ。しかもですよ、ありえない金額でそういうものを買ってるでしょ。魚のアラ1パック298円ぐらいですよ。それで味噌汁作ってみてください。もう10人前ですから。でアラのお肉も食べれて美味しいしね、有害物質何もないですよ。お米ご飯を食べる、高いですかね。茶碗一杯45円から50円ぐらいだと思います。どうでしょうか。漬物どうです。きゅうり1本、高くてもきゅうり1本100円ですよ。その一部分を2切れ3切れスライスして漬物にします。そういった漬物2、3枚でたくあん2、3枚でご飯1杯はおにぎり1個は食べれると思うんですよ。どんだけ安いんやって話でしょ。しかもほとんどの栄養素が取れるわけですよ。それでいらないんですよおかず。ご飯食べてせいぜい海苔、ね、それから味噌汁飲みました、漬物、魚1匹もう、それで栄養は多少過多になってるぐらいですよ。でそういったものでねお腹が常にいっぱいになってると、まあおやついらないですよね。勧められてもお腹いっぱいってなっちゃいますよね。でましてやその全てのいわゆるおやつとかお菓子が自分の健康をね害するものだとしたら取りたくなくなるし、自分の大切な家族には食べさそうなんて思わなくなると思うんですよ。そうやって買い物は変わっていきます。はい、それではねグルテンフリーから始まって
健康で楽しく食事をするためにはどういう思考で進めていけばいいのかってことをお話ししました。亜硝酸カリウムね、よく確認しといてください。これねすごいんですよ。その他にも、なんかねキリがないんですよ。例えば N ニトロ素化合物とかね、聞いたことないでしょ。でもこんな得体の知れないものが入っていて、それを食べてるんですよ。グルテン抜くなんてむちゃくちゃ簡単なんですよ。でもこういったもう原材料の表示にも出てないようなものをね、避ける方が難しいんですよ。ですんで信頼できるスーパーの店員さんを早く見つけてほしいと思います。私もねはばかりながらスーパーにいた身分ですから、まあ食材とか原材料とかその効能については、まあ、かなり詳しいと思いますし、あとねそういったものをどうやって売るのか、つまり売れないものをどうやって売るのかってスキルはスーパーで鍛えられるんですよ、ね、売り込みの文句、表示、パック詰め、価格、見栄え、並べ方、まあカテゴリーミックスとかね、専門用語で言うと、あとポップの表示とかね。最大なのがテレビ CM です。テレビ CM がどういう効果を生むかっていうと、その CM の直前の番組になるんですよ。テレビのグルメ番組でタレントさんがこれが今流行ってます、美味しいんですよっつって、例えばねヨーグルトを紹介するでしょ。ヨーグルトを効果的に使った街角のお店を紹介するでしょ。そして次の日にはスーパーの売り場からヨーグルトが消えるんですよ。お客さんが先を争って買うんですよ。つまりヨーグルトを売りたくって番組を作ってるんですよ。たまたま番組の中で美味しいヨーグルトを見つけましたってなってるわけじゃないんですよ。あれは台本があって役者としてゲストにタレントを招いてるんですよ。そうでしょでしかもその番組が CM に切り替わった CM でもね、ヨーグルトの CM が流れるわけですよ。スポンサーが自分の売り上げのためにマスメディア、テレビと結託してお客様に健康不健康関係なくね、物を押し売ってるのがその構図でございます。ご用心。